クリスティーナ・アギレラのファンで、この映画にぴったりのセクシーな方です。谷村奈々さんです。どうぞお入りください。Don't you wanna get me gonna do?いつも の, あの PV とかで見られる姿とまた違いますね、はい、今日。そうですね、今日あのバーレスクっぽく、はいはい、やっぱり衣装って着た途端に気分が変わるものですか、はい、そうですね、あの本当少し前まで私服だったんですけど、はい、これに着替えてから全然ちょっと、はい、気分が違いますね。このクリスティーナ・アギレラさん、はい、すごくあの思い入れがあると伺ってるんですけれども、もうどんなご縁が。ファンどころかもう大大大ファンなんですよ、はい、大大大ファン、はい、うん、もう小さい頃からずっとあのアギレラの歌を歌ってきて、はい、で、あのイベントで歌のイベントで、うん、A Voice Within っていう歌を私歌ったんですけども、はい、その時にスカウトしていただいて、この、はい、歌手の道に進んだので、はい、12月7日のジャパンプレミアで本編の方を見ることになるわけなんですけれども、はい、 そうですね、はい、そこにはなんとアギレラご本人も。そうなんですよ、どうしようみたいな。もう多分一瞬見ただけで、はい、もう何も喋れなくなりそうです。それぐらい緊張。ちょっと踊ってみたい感じとかにしま、なりました、この格好。そうですね、うん、はい、踊ってみたいと思います。あのバレスク今ですか。今は踊れ振りがないと。先ほどのこうあって、もしあったらっていう風のコメントを付け足すとしたら、もう会った瞬間に I love you って叫んでハグしたいぐらいな、あの無理だと思うんですけど、本当それぐらいの気持ちですね、はい。今年振り返ってどんな1年ですか、はい、そうですね、あの大学卒業っていうこともあって、本当に、まあ、自分の中でもいろんな変化があって、私の中では再スタート、まあ、写真集って初めて出したっていうこともありましたし、いろんなことがありましたし、再スタートした年って思っていたので、なんだろう、これから本当、いろんなことにチャレンジしていきたいなってこうずっと今年の、まあもう今年終わっちゃうんですけども思っていて、なので来年もあの意気込みは、まあ、さらに、はい、こう頑張っていきたいなと思ってます。やっぱりあのライブが私は一番大好きなので、こう歌を歌ってる時が自分自身だと思うので、あのこう全国の皆さんにライブで早くお会いしたいなとずっともう3年ぐらい思ってるので、来年には実現したらいいなと思いますね。このバーレスクという映画は、クリスティーナ・アギレラの魅力がたくさん詰まった映画になっています。私もすごい楽しみにしています。ぜひ皆さん見てください。はい、ありがとうございました。